京城市は中華、人民共和国領年省公足島市に位置する研究市。領代に設置された京城県を前身とする。現代は廃止されたが、秋代になると両党都市騎士市の下に年延守が設置され、山海間の外閣で辺境守備の要衝とされた。民末にはあざみ領総督であった。 円数官が城壁を築いてくれないエビス法を据え付け、後金に備えた。1626年正月、民軍は攻め寄せてきた、ヌルハチの軍を破り、ヌルハチ自身はこの戦いでくれないエビス法による、負傷が原因で間もなく死亡している。新大には、ネイエン州と解消、中華民国が成立すると1913年に、ネイエン県とされたが、 重複県名が存在したことから翌1914年1月に協城県に改称された。1986年12月に協城市に昇格し、現在に至る。協城市の中心には民進大の年延修城が残されている。外城は現存しないが内城は修復され現在でも使用されており、保存状態が良好な秋夜の城郭都市の一つである。 現存する内城はほぼ正方形で、南北825.5メートル、東西803.7メートル、高さ10.1メートルの城壁に囲まれている。城は4つの門があり、各門は半円形の亀城で守られ上に2層の老角がある。城角の四隅には砲台が置かれ、城内には十字形に、大通りが走る。十字路の中央には3層で高さ17メートルの、 古老があり、普段は時を知らせ、戦時には新軍の太鼓を打ち鳴らした。旧街道弁事書、三鎮、四民族鎮、十二民族教を管轄する。ありがとうございます。